情熱キャッパーモモキングレボリューション。このカードは獣王編で城の最終切り札として登場したモモキングであり、なんとこのクリーチャーが切り札ダッシュで出たら大体そのままゲーム終わりまで走り切ることもたやすいほど強いカードであった。当時ではこのカードを主軸とした強力なデッキが何個か存在し、CS では活躍するだろうと思っていた。だがしかし、当時はドラグハートをつけたファイナルユーハグレンモルトのようにしつこいコロナウイルスにより CS や GP などの大会がほぼなくなり環境で活躍するか以前の問題になってしまった。そして去年にやっと CS ができるようになって戻ってきたモモキングレボリューションに待ち受けていたのは往来編によるインフレから生まれたバグカードたち。当然そんな環境で勝てるわけもなく、結局モモキングレボリューションは弱いというレッテルを貼られて終わるという悲しい結末をたどった。ここで私は思った。違うだろ。お前は弱くなんかない。あのウイルスがなければかなり優勝できたはずだ。さあ、共に走り切るぞ。はい、ということで今回はモモキングレボリューションを主軸とした切り札ダッシュデッキを使っていこうと思うよ。了解。とその前にさっきコンビニで往来マックス1段のパックを1つ買ってきたから開けますか。この段のあたりといえば筋トレのバリバリウスやレッドギラゾーン、あと正義聖帝ライオネルスターとかがあったはず。さあ結果は、はい、ということで試合に移っていきましょうか。そもそもたった1パックで当たりが出るわけないんだよな。かわいそうに。まず最初の1試合目に戦うのは少し前に話題になったトリーバギャラクシールドだよ。無限エクストラターン取ってボコボコにしてやる。殺意高すぎない？まあいいや。テーマ、スタート。最初はグー、じゃんけんぽん。じゃ勝ったんで先行もらうよ。了解。それではどんどどチャージしてエンドでドローもらうぜ。てかこれマリサ高校なの結構辛くない？正直に言うとかなり辛い。だってあっち切り札ダッシュを使うデッキでどんどど入ってるってことは速攻寄りのデッキになってることはほぼ確定してるじゃん。それに受けが強いとはいえモモキングレボの攻撃を耐えれるかと言われると何も言えないしな。はっはっは。じゃんけんに負けただけで最初の異性が消えるとは相当このデッキにビビってるな。それはあるけど逆に私がライトニングソードパラディンを出すかシールドに置けば全然勝てると思うけどね。黙っててとりあえず私はニコスでタイプタイソンズ出して次のターンに備えるから。やっぱり持ってるよな。初動ないんで普通にチャージしてエンド。こちらとしてはそっちが初動引いてないの嬉しい。ではドロー。モンキッドチャージしてアタックに入ります。了解。タイソンズでプレイヤーアタックするとき、ヘイチェンジでモンキッドをバトルゾーンに出すよ。じゃまずタイソンズがバトルゾーンから離れたので効果で1ブースト。そしてモンキッド出たとき効果でもう1ブーストするよ。どっちもレインボーカードか。それではシールドブレイク。トリガー来てくれ。あ、ねえわ。さあ、ここで普段通りなら切り札ダッシュを宣言して展開するところなんですけど、さっき山上からブーストしたカードがどちらもレインボーだったのでターンを終わります。出足柄出せなくて残念だったね。じゃチャージして3コスト、お清めシャラック唱えて1ブーストするぜ。ここでのシャックル効果は意味ないし使わなくていいや。ターンエンドで。はいはい、ドローもらいます。そしてこのターンでゲームを終わらせに行くぞ。お、ついに来るのか。ではまずチャージして、アタックに入ります。モンキッドでシールドブレイク。頼むさすがにここで何か来てくないです。じゃここでもモモスモモモダッシュと情熱キャッパーモモキングレボリューションの切り札ダッシュ宣言。一応説明しておくと、切り札ダッシュっていうのは自分のクリーチャーのアタック中にシールドをそのクリーチャーがブレイクしていればアタックの終わりにコストを支払うことで使うことができる効果だよ。ではスモモ効果で次に使う切り札ダッシュのコストをご軽減するよ。モモキングレボの元々の切り札ダッシュのコストは8で、ご軽減して3コストで出すことができるよ。ついに出てきたか。それじゃあモモキングレボが切り札ダッシュで出てきたとき効果発動で山上から2枚ブーストしてそれから3枚まで回収できるんだけど、ここは何も回収しなくていいかな。そして効果でマナを全アンタップ。これで今レイムのマナは8マナに到達。そして切り札ダッシュデッキというのにマナに革命チェンジができるサイバーエッツがいるってことは、革命チェンジでモモキングレボを手札に戻し、また8マナ払ってモモキングレボを出すことができるのか。それではモモキングレボで普通にプレイヤーアタックします。え、革命チェンジしないのか。マリサは知ってるかい？革命チェンジはチェンジ先がないと使えないんだよ。なんというか、勝手に盛り上げてすまんな。じゃモモキングレボ効果で自分のチーム切り札すべてに切り札ダッシュ2を付与してるので、ベアシガラを2コストで召喚します。ではベアシガラ効果で山上から2ブーストしてそれから1枚回収します。てかもうそっちのバトルゾーンにアタックできるクリーチャーいなくね？一つだけ言わせていただくと、めっちゃプレミしました。申し訳ありません。これ普通にマナからこのモモキングを回収してモモキングレボを探しに行くのがどう考えても正解でした。さっきターンの初めにゲームを終わらせるとか言ってたのにな。黒歴史を掘り返さないでください、お願いします。でもな、この状況から返せる気しないんだよな。では4コスト、銀河マックス唱えて効果でライトニングソードパラディンをシールドに置きます。そして私は思った。銀河マックス唱える必要なかったですね。お、プレミか？すみませんでした。ではターンエンドで。了解、ドローもらいます。お、嬉しいやつ来た。チャージなし
でシンプルにモンキッドで裏向きのシールドブレイクで、一応ライトニングソードパラディンの効果使えばこのターンブレイク避けられるけど、それをすると返しのターン何もできなくなるから、ここは何も出ないことを願って受けるか。トリガーなしで。ではここでキャンベロレボとモモキングの切り札ダッシュ宣言。あ、終わった。まずキャンベロとモモキングを出します。それから情熱ダッシュモモキング効果で山上から4枚見てジョーカーズクリーチャーを回収することができるので、情熱ユーモモキングを回収します。はいはい。でキャンベロスピードアタッカーなんで、プレイヤーにアタックするとき、キャンベロがこのターン中切り札レボで出たので効果発動。自分のチーム切り札がアタックするとき、バトルゾーンにあるチーム切り札を全てアンタックするぜ。ライトニングソードパラディン効果で自分の手札を1枚捨ててそのブレイクを防ぎます。はっはっは。そんなことしても意味がないのはわかってるはずだ。キャンベロがいる限り無限アタックだからね。いやだー。じゃあタックアン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 タックダイレクトアタック通ります。やっぱ裏向きのシールドを守ってればよかったのかな。どうなんだろうね。じゃあ久しぶりにこのコーナーやっていきましょうか。最近ずっとショート動画ばっか上げてたからね。てかレイムは赤黒ノバか赤黒デスフェニックスどっちと当たりたいんだ。私は赤黒ノバと当たりたいかな。その理由は？シンプルにあのデッキこの企画が始まってからずっといるから。有利不利の話ではないんですね。さあこの2つから1つを選ぶがよい。それじゃあ直感で私は右を選ぶよ。なるほどね。その直感がどちらを選んだのか。オープン。よっしゃ。それじゃあ私は赤黒ノバを使うよ。了解。それでは見事に赤黒ノバと戦うことができるということで、テーマスタート。最初はグーじゃんけんぽん。じゃ勝ったんで先行もらいます。先行取られちゃったか。まあ言うて攻められても心が使ってるデッキってバルドギジャオーモンとかあっからどうにかなると思うけどな。そうなんだよな。情熱ユーモモキング埋めてエンドで、ドローイービルヒート埋めてエンド。了解。ドローもらいます。いやー来ないか。仕方ないのでチャージしてエンド。初動カード持ってないのか多色事故が起きてるのかわかんないけど2ターン目動かないのは嬉しい。ではアタッチ埋めてエンドで、ドローしてチャージ。じゃマナゾーンのカードが全部モモキングになったところで2コスト。モモキング多すぎないか。タイプタイソンズ召喚してエンド。それじゃあドロー。ここはチャージャー呪文でマナを増やしたいけど、タイプタイソンズからのモモキングレボが怖いので除去に回るか。ではチャージして3コスト。革命の鉄拳効果で山上から4枚表向きにして、その中から火のクリーチャーを選んで、その選んだクリーチャーのパワー以下の相手のクリーチャーを選んで破壊します。クリーチャーめくらないでくれ。なんでめくれんだよ。そりゃデッキのほとんどがクリーチャーなんだから破壊されるに決まってんだろ。じゃあ独眼竜のパワー以下のタイソンズを破壊、そして墓地に行く代わりにデッキに入れてシャッフル。てか今思ったんだけど、やっぱこのデッキ50枚で構成されてるだけあってめっちゃシャッフルしにくい。わかる。それじゃあタイソンズがバトルゾーンを離れた時効果で1ブースト。ターンエンドで。了解。地味ながらに辛いなー。ではドロー。チャージなしで3コスト。桃立ちモンキッドを召喚して効果で1ブースト。ターンエンドで。はいはい。ドローしてチャージ。3コスでデュエリストチャージャー。効果で山上から3枚表向きにしてボルシャップとあるカードを全て回収。そしてチャージャーだからマナゾーンに行ってターンエンド。了解。とりあえずバトルゾーンにモンキッドが残ってくれてよかった。これでレイムの手札にスモモとモモキングレボがいれば一応走ることができるな。そうね。ではドロー。モンキッドチャージ。じゃ何もしないでモンキッドでシールドブレイク。これ絶対モモキングレボが出てくるやつじゃん。トリガーなし。心が今言ったことは正解だ。ではスモモとモモキングレボの切り札ダッシュ宣言。まず2コストでスモモを唱えて、次に使う切り札ダッシュのコストを5まで軽減、そして3コストでモモキングレボを召喚。モモキングレボが切り札ダッシュで出た時の効果でまず2ブースト。その後情熱ユーモモキングを回収してマナゾーンのカードを全てアンタップ。ではモモキングレボでプレイヤーにアタップするとき、駆除偏差の革命チェンジします。人も入ってるんだ。じゃ駆除偏差のファイナル革命でこのクリーチャーよりパワーの低いクリーチャーを全てマナゾーンに送るよ。そしてトリプルブレイクで受けます。トリガーなしで。では今革命チェンジで手札に戻ったモモキングレボの切り札ダッシュを宣言。なるほどね。正直そのギミック自体は少し前から知ってたけど、思ってた以上に色々できて厄介だね。そうそう。しかもこの攻撃方法ってスパーク系や革命除去などのトリガーで止まることがないから強いんだよね。しかも駆除がいるから大体のブロッカーはタップ状態で出てくるから止められないっていうな。じゃモモキングレボ効果でこの3枚を回収します。了解。そしてマナをアンタップ。そんじゃシンプルにモモキングレボで最後のシールドブレイク。トリガーなし。まあまあこっちには革命ゼロトリガーのカードがあるからまだなんとかなるはず。数に限りがあるけど。それでは切り札ダッシュの宣言をします。なるほどね。これ多分止められないわ。いやもしかしたらなんとかなるかもしれない。
ではまず2コストで情熱ダッシュモモキングを出して出たとき効果で情熱U モモキングを回収するよ。そしてまた2コスト払ってモモキングレボーバトルゾーンに出して効果で2ブーストして何も回収しないでアンタップ。で次にまた2コストと2コストで情熱 U モモキングとモモキングレボー出すよ。モモキングのデジタルと崩壊起こりそう。で特に何も回収しないでアンタップ。ではモモキングレボーでダイレクトアタック。止められないと思うけど一応頑張るか。ボルドギと鉄拳の革命ゼロトリガーを宣言。まず革命の鉄拳効果で山上から4枚表向きにしてボルドギを選び、今アタック中のモモキングレボー破壊。はいはい。次にボルドギ効果で山上を表向きにして、それが火のクリーチャーならバトルゾーンに出すよ。めくれたのはジャッカルだな。ではジャッカル効果で情熱ダッシュモモキングを破壊。そしてボルドギ効果でモモキングレボーとバトルで破壊。思ってた以上破壊されたな。まあでもいけんだろ。情熱U モモキングでダイレクトアタック。通ります。いやー、やっぱ止められなかったか。でもあと1枚なんか受け札あったら多分止められたかもしれないから地味に危なかったな。確かにそれはあった。それじゃあデッキ紹介していきましょう。ということでデッキ紹介をしていこうと思うよ。あれなんだな、このデッキ中速なのに受けゼロなんだな。自分の動き特化なんだから仕方ないでしょ。受けゼロ理論は最強だから。でもその分結構安定して動けそうだよね。そうなんだよ。初動の2コストは9枚採用だし、もしなくてもモンキッドがいるからかなりなんとかなるよ。あとそこから繋がる4コストのクリーチャーが10枚も入ってるしね。そして最終的に軽減とかでモモキングレボー出してプテラ X にチェンジしてフィニッシュしていくデッキだよ。へえ、なるほどな。それに一応タイソンズから単色マナを引いてキャンベロかドンドドにチェンジすれば3ターンモモキングレボができるよ。てか思ったんだけど、なんで情熱流モモキングが入ってるの？採用している理由はシンプルに革命チェンジを邪魔してくるメタクリーチャーを除去するためっていうのもあるけど、マッハファイターで盤面のクリーチャーにアタックしながらプテにチェンジしてタップインロックをかけるのもあるかな。あと革命チェンジ関係で言うとサイバー X を採用している理由は確定除去ができるし、何より情熱ダッシュモモキングからチェンジできるからだよ。なるほどね。なんか単純に見えて結構いろんなことができるデッキなんだな。そうそう。でもさ、このデッキ受けゼロだからガチガチの速攻デッキと戦ったら勝てなくね。正直そこら辺のことに関しては仕方ないと思ってる。